はい、皆さんどうもこんにちは、アシアです。今日も公園からお送りします。天気のいい時ね、暖かい時ってこんな東京はね、ちょうど紅葉になってる公園にも行きたくなりますけど、ここで大事な話をしたいと思います。先日生放送でもちらっと触れたことがあるんですけど、私はロシア人だけど、どうして日本で帰化をしたいと思うのか、その理由をね話したいと思います。私はね、日本で帰化したい理由は、まあ、考えてみたら単純で、もう日本に住むのは長くて10年近くにもなるんですけど、日本に来たばかりの時は、まあ、いつかロシアに帰るんじゃないかなって勝手に思ってたんだけど、住んでみると、ああやっぱりここはずっと住みたいなって年々考えちゃいます。だからやはり日本にずっと住むと、外国人でいるよりやっぱり日本人になった方が良いかと思います。もちろんプライドが高くて自分の国籍は絶対譲れないっていう方もいらっしゃるんだけど、私はそういう意味で自分が本当に 100% ロシア人みたいな意識は特にないかな。生まれ育ちロシアだけど、両親もロシア人だけど、もう日本に来て長いから、本当に日本とロシアのハーフみたいな感覚にもなります。まあ、日本で普通に滞在するのはもちろんビザっていうのが必要で、在留資格が必要ですね。でも長く住むと、大体多くの外国人は永住許可っていうものを取ります。永住許可だったら自分の国籍を持ちつつ日本で、まあ、ずっと住めるような状態にはなるんですけど、それだと、まあ、そもそもまだ私が条件を満たしてないっていうのもあるんですけど、普通に永住許可の方がなんか中途半端じゃないかな。やはり永住許可の方が、まあ、もし許可されたとしても、自分が日本にずっと住むけどずっと外国人のままですね。でも日本でずっとこれからも本当に一生住みたいって考えたら、帰化をした方がやっぱりいいなと思いました。何が違ってくるか、一番身近なことで言えば、前もね動画で話したことあるんですけど、結構悩まされたり苦労されたりものの一つは物件を借りることですね。いくら永住許可を持ってても、やはり外国人である限り、ここが外国人ダメな物件です、でもいくら住みたくてももう住ませてもらえないです。それはね、本当に今までの物件探しの中で断られたりもしたから、外国人だから結構本当に、わあこの物件いいな、絶対住みたいなって思ってても、外国人ダメです。でもこの見た目でも、私は日本で帰化したら日本人っていう扱いになるので、どの物件も住ませてもらえるはずです。もうこれ以上は断られることないでしょう。それは自分の中で大きいかもしれないですね。本当に日本人はこれ苦労したことないけど、マジで苦労しましたから。あとはお名前ですね。日本人になったら漢字の名前をつけることができます。それもやっぱりなんだか外国出身としては憧れちゃいますね。で、今のロシアの名前でずっと生きてる中で、例えば電話で名前伝えたりとか、まあ、直接名前伝えたりしても、なんとかなんとかですって言うと、もう一度お願いしますって大体言われるんですよ。その時、あーごめんなさい、じゃあもう一度ゆっくり名前を伝えると、それでも名前間違えられちゃうことあるので、まあ、そういう意味で日本人の、ね、漢字の名字名前にしたら間違えられることはないでしょう。そうですね、私は日本に長く住んでいるから、もう自分が外国人っていう感じはあんまりしないですのと、まあ、ただなぜか書類上は外国人みたいな、まあ、いわば帰国子女にも近い感覚かな。まあ、帰国子女は日本人のご両親はいるんですけど、まあ、私が知ってる知り合いの中でも、例えば両親は海外でずっと住んでて、でもその人は一人で日本に
帰ってきた、で日本で頑張ってるみたいな、周りにもちろん家族いない、まあおじいちゃんおばあちゃんどっかいるかもしれないけど、まあそういう感覚にも少し似てるかもしれないかな、私の場合は。うんね、前世絶対日本人じゃないかなって私は思うから、どこか遠い先祖が日本にいるのかもしれない。まああとは外国人が日本でできないことといったら選挙ですね。もし日本で帰化したら選挙もできるように、投票できるようになるんですけど、まあ、私は政治そこまで興味は特にないので、そこはまあ別に有利とかは特に感じることないんですけど、まあそういった違いはありますね。あとはそうですね、住宅ローン組む時だったり、多分起業する場合もやはり日本人の方が有利なんですね。もう一つは、日本で帰化して日本のパスポートを持つことになると、海外旅行行くときは非常に有利です。でも私はね、ご存知の通り海外旅行は特に行かないんですけど、まあ将来帰化したら、まあいつかどっか行ってみたい国もあるんですけど、そこまでしょっちゅう海外は行かないんですけど、でもね、私の周りの友達でロシア人の国籍のね、女の子の友達で、例えばアメリカとかオーストラリアに旅行に行きたい場合、そのビザを取得しなければならないですね。その人は日本人の旦那さんがいます。で、日本の会社で正社員として働いています。でもオーストラリアに旅行に行くために、まずビザを申請して面接があります。観光するだけで面接って相当だなと思うんですけど、もちろん英語でね。で、その人が面接に行ったけど断られました。いや、本当にちょっとありえないですね。ありえないっていうか、普通にね、観光なんですよ。旅行でオーストラリアに行くんですけど、日本人の旦那さんもいます、日本の会社でも勤めてます、なのに断られるって、なんかすごくね、真面目な人、この人なら絶対断られないでしょって思った人断られるって、ちょっと私もびっくりすぎて。あとアメリカもね、アメリカ行く時も観光だけでもロシア人は面接が必要です。いや、その話聞くと、別にアメリカ特に行きたくないかな、オーストラリアも特に行きたくないかな、そんなに観光ビザだけで厳しいんだ。で、日本人はそれと比べて世界一ビザなしで行ける国が多いパスポートなので、だからその人はさっき言ったようにオーストラリアに旦那さんと行ったんですけど、旦那さんは全くそういうの、もうビザ取得する何も必要もないから、その子だけ苦労してかわいそうだなっていう、ね、ちょっと思ったんだけど、なんかそんな違いもあります。めちゃめちゃ飛行機飛んでるんですけど、低すぎないこれ、これいいんですか、こんなに低くて怖っ。まあ私はね、言ったようにそんなしょっちゅう海外旅行は行かないけど、まあいつか行ったらそれで便利だっていう、それに越したことないですね。勘弁してくれよ飛行機。海外旅行の話したら飛行機が飛んできても、でもこれ小さい飛行機だからね、大きい飛行機じゃない。何の話してたっけ。まあでも逆に、もし海外行ったら、まあそれこそロシア行ったら、日本人になっていいこととは、もし自分にロシアに何かがあったら、なんか日本が守ってくれそう。日本は自分の国民を守る国でしょ。まあ変な話、事件に巻き込まれたりしたら万が一ね、助けてもらえそうな気がする。ロシアの国民だったらちょっとどうなのか、そこまでわからないです。あ、もう一つ、そうだ、日本ってそもそも帰化はできる国なんですけど、他の国で帰化できない国も中であって、日本はね、島国で、やっぱりそれでも日本でこう外国人の人が帰化をできるっていう意味ではすごいありがたいなと思いました。でもね、逆に他の外国人の友達にその帰化の話をすると、その人もね、まあ、例えばずっと日本に住みたいと言ってるけど帰化しないのって言ったら、帰化は絶対できないって言って、なぜかって聞くと、それはもし両親にね、ロシアに住む両親に何かがあったらすぐロシアに行けないから、それは嫌だなって思う人がいるらしい。でも私が思うには、まあ、うちのお母さん元気だし何もないことは願うんですけど、一応ね、皆さんまだ知らないのかな、2021年からロシアに行くとき、旅行に行くときね、電子ビザになります。自分の国に行くのにビザ取るの嫌だなって思う人もいるんですけど、私は全然そこは気にしないですね、滅多に行かないから。電子ビザで申請して特に
大使館に行く手続きもなくロシアに旅行に行くことにはできるようになりますけど、まあ今コロナで行けないんですけど、これから今までより簡単に行けるようになるので、そういう意味でも帰化をしても安心ですね。まあ、もしそういう手続きができるようにならなくても私は多分帰化したいと思うんですけど、とまあそうですね、本当に万が一の時って、ご家族が病気だったりいなくなったりする時って結構急遽ビザを発行してもらえるらしいので、ロシアはね、だから割とすぐにも行けるはずです。はい、こんな感じで皆さんに私が帰化をした理由少しでも伝わったでしょうか。やはり日本に長く住んでこれからもずっと日本に住みたいと思うので、日々日本人を磨いてます。磨いてるっていうか何でしょう、いろいろね、本当に日本に来たばっかりの時ってそんなにやっぱり外国人だったけど、でもその時でも結構日本のことを学んで日本に合わせようとした努力はしてたんだけど、日本に住むとそれが割と自然にできるようになって、逆にロシアに行く時の方が自分が日本人だったり違和感がしたりするんですけど、コメントでもね、嬉しいことにアシアさんって日本人よりも日本人ですねって言われたり、いや本当に恐縮ですが頑張ってます。日本人よりも日本人とかそれはさすがにお世辞すぎると思うんだけど、そんなはずないと思うんだけど、日本人っぽくなるようには頑張ります。でもやはり、まあ、ロシア生まれ育ちでタタル人なので、自分のそのルーツを忘れないとかオリジナリティも持ちつつですねでもね、日本で帰化する場合はもちろん日本のパスポートを取得したらロシアの国籍を離脱しないといけないんですね。それは日本は二重国籍はないんですけど、ロシアは確かに二重国籍の人たちもいらっしゃいます。まあ今までもちょっと日本にずっと住むけど将来どうしようっていうのはいろいろ悩んでたけど、まあやはり最近は帰化したいなっていう自分の頭の中でそんな結論に至ったと思います。なので皆さんにお伝えしますそれだけです。またね、帰化を申請する時とか、まあ、結構いろいろと書類集めたりとか手続きも結構何年もかかるらしいので、その時もねまた随時報告動画にもしたいと思います。はい、という感じでちょっと緊張したね。これは結構言うのは緊張する。この動画多分帰化を申請したら法務省の職員の方々が見ることにもなると思うのでよろしくお願いいたします。はい、それではご視聴ありがとうございました。パカパカ。